アジアハンドボール連盟は国際ハンドボール連盟参加のハンドボールのアジア大陸を管轄する団体である。1974年にクウェート王族のシェイクファハドアルサバー派の宣言により結成、同年、アイハフの承認を受けて正式な管轄団体として発足した。本部はアジアオリンピック評議会の本部と同じクウェート市にある。現在の2代会長は 初代会長ファハドアイコールサバーハの息子、シェイク・アフマドアル・ファハドアイコールサバーハである。前日の通り、クウェート王族によって発足したため、養殖の大半は、クウェート王族が指名実出場、クウェート王族が支配している。なお、現会長アフマドアル・ファハドアイコールサバーハは、OCA 会長も兼任している。モルテンが、オフィシャルパートナーを務めている。 2007年9月にクウェート、カタール、アラブ首長国連邦、日本、韓国で行われた北京オリンピックアジア予選にて中東の笛と呼ばれる偏った判定が行われ、この結果日韓はオリンピック出場権を逃し、日韓両国がアイハフに実記訴した。その結果、2008年1月にアイハフが最終予選の再試合を決めた。この決定に対し、 最終予選の再試合について、アラブ諸国はボイコットを行うと表明し、同時にダーソフは日韓に対してダーソフ除名の警告と東京オリンピック構想の不支持を述べた。ありがとうございます。